でもなんでその17歳でイントゥザウッズをやられて活動を休止しようと思われたんですか？すごくミュージカルは楽しかったです本当に、うん、で、やっぱり19になった時って高校卒業した後なんですが、ずっと一生、芸事のお仕事を続けていくか、普通にお仕事をどこかに就職して普通の仕事をするかっていうのを選べる最後のボーダーラインなんじゃないかなと思ったんです。あとはすごくいろんなことをやらせていただいていて、そんな中でなんか自分って何をやりたいのかっていうのがやっぱり分からなくなった時期があって、うん、それでちょっと時間いただきましたね。だから一回休止してよかったのかなと思います。でしばらくやっぱり一つのことをやらせてもらった、そうですね、ミュージカルだけをやってこられたっていうのが今すごくつながってると思います。でも声優にもなりたかったわけ？ずっと声のお仕事をやりたいなって思っていて、でもなかなかこうやる機会がなく、二十歳を過ぎた時にこれやっぱりやりたいやりたいって思ってて、来世でいいのかと思って、別にまだできるじゃん今世と思って、で学校を探して入学して。でもそんな分かるやんか、はい、そのミュージカルもやってる、声優の学校にも習う、全部がその花行きにつながってくるよね。そうですね、だから今思うとどれか一つ欠けてても多分アナと雪の女王できてないと思うんですね。だから全部やってて正解だったしっていうことをあの時すごくなんかこう言ってもらった感じがしましたね。そうやろ、はい。